断言する。すぐに科学的根拠を求めるやつこいつはもう人生終わりうまくいかないうまくいかないって科学的根拠は何ですか。例えばオナン。ネットを見てるとたくさんの人がオナンによって人生変わったって言ってる、ね、それがプラシーボだろうが何だろうが人生変わったって言ってるやつが死ぬほどいるわけよ えそれはもう紛れもない事実でしょだけどそんな中お前はあでもオナ菌には科学的根拠あれうーんどうせやっても変わらないどんまいお前はもうその時点でオナ菌で人生を変えるっていう可能性を失った見逃した得られたかもしれないメリットをお前は科学的根拠がないっていう理由だけによって失った うん、あもしかしたら全く効果ないかもしれないお前にとってはでもやってみなきゃ分かんないわけじゃんでこれだけ多くの人がやって効果あったっつってるわけじゃんなのに科学的困窮がな、ね、い研究の結果がないからでやらないオオナキンだけじゃないよ例えば目標を紙に書くよく聞く習慣だよねで多くの成功してる人がやってることジャーナルを書く紙に書き出す なんで紙じゃないとダメなんですか紙だって科学的根拠は何ですかねえよ。ないっていちいち求め、そのいちいち科学的根拠を求めてたらお前はいつまでたっても行動取れない。世の中には科学的根拠がなくても効果があるものがあるわけよ。なんでですか分からねえよ。あるからあるんだって。うん。で、それはもちろん人それぞれ効果あるかないかは変わってくるけどでも、 可能性はあるでしょう俺は今でも毎朝自分の目標を紙に書き出してる毎朝絶対それは自分の目標を忘れないため自分が今日何のために生きてるかを再確認するためそして想像する自分がその目標を達成してることを毎日やり続けた今の俺見ろってこれはまさに俺が想像してた結果2年前3年前にどんなにみんなに笑われようと俺は自分を信じ続けた 紙に書き続けたで、現実化した別に俺は自分のことを成功者だって言ってないただ自分の理想のライフスタイルは実現した自分のやりたいことで飯を食ってる生活してる自由に生きてる自分のチームを抱えてる今では毎日が楽しい科学的根拠はどこですかねえよ信じるんだよでこの科学的根拠を求めてるやつっていうのは信じることができない全てに対して疑いを持ってかかるからうん何事に対しても 全部確率論、全部パーセンテージ、それは行動量減るって、だって何に対しても疑いがかけてるんだもん、それに、じゃあ仮にそれで何、行動を取ったとしても、疑い持ちながら行動取ってるから、結果出ないって、ね、おなきん意味ないよって思いながら1週間やっても、それは意味ないよ、うん、意味ないよ、だって思考は現実化するんだもん、意味ないと思っておなきんしてたら意味ないんだって、うん、科学的根拠はどないどなんですかない ないけど思考は現実化する。するって、うん。その科学的根拠もないよ。だけど、みんな自分のイメージを持って、それに向かって進んでいくことでそれを実現させるわけよ。で、それに科学根拠はない。だけど、それを信じて進んだやつにしかその信じた結果は出ないんだよ。自分の想像してた結果は出ないんだよ。だから意味ないと思って何かに取り掛かってもそれは意味ないって。うん、だからお前はそういった面でも損してる。何やっても無駄よ。 だって可能自分の可能性を信じることはできないんだもん、ネガティブなんだもん、何事に対しても、効果が確証されてるものにしか手をつけることができない、どれだけそれが後ろ向きなマインドセットなの、どれだけ守りの姿勢なの、それって、お前、人生で一回でも攻めたことある、リスク取ったことある、ないでしょ、ないと思うよ、だって確実に成功することしかやらないんでしょ。 確実に科学的根拠が出てて、やったら絶対こうなりますよっていう結果が分かってないと手を出せないんでしょ。それは安泰にしか生きらんないよ。それは安泰で終わるよ。それは行動量減ると、それは自分の理想のライフスタイル実現できないって、一生そのままだって。だって、すべて確率論で見てるんん。パーセンテージで見てるのだ。例えば年収1000万いきたいです。 でも年収1000万は日本の人口の3%しかいませんああ3%になんな俺なんて能力ないからどうせ無理だお前は諦めるまあ諦めるよだって確率で見てるんでしょパーセンテージで見てるんでしょ自分を信じることができればそれを達成できるっていうそういった科学的根拠はないけどでもその根拠のない自信を持つことはできないわけじゃんそれは影響するって何事に対してもネガティブになるって信じれないんだもん自分のことを 他の人がこれ絶対効果あるよっつってその研究用のデータがずらーっと並んでないとお前は行動取れないんだもん。ザコよ。うん、はっきりはすまる。ザコ。本気でザコだと思う俺。科学的根拠を求めるやつすぐに。瞑想もそうよ。意味ないと思ったら意味ねえよ、そりゃ。何もかも。で、どうせそれはプラシーボだよ。プラシーボでも効果あんじゃん。なんでじゃあそのプラシーボで効果あるのに、その効果を取りに行かないのバカなの 思い込むことができたらその思い込みによっていい効果が得られるんでしょなんでお前思い込まないのじゃあバカなのいいよじゃあ思い込むなって想像するなって諦めろってすぐにただその代わりお前がそうやってすぐに諦めてる間にすぐに効果ないって言ってる間にすぐに無理だって言ってる間に本気で俺にはできるっつってそれを達成するやつがいるんだよ欲しいものを奪うやつがいるんだよでお前は嫉妬するへえこいつ クソ野郎だずるい気持ち悪いうぜえダサくないそれ俺はすごいダサいと思うようんね世の中には効果が保証されてないものがある結果が保証されてないものがあるで何な,ならこの研究の結果もそんな意味のなすものではないよだって一つの研究結果があればまた別の研究結果があるんだもんどんな研究対象においてもこの科学者がこう言えばあの科学者はこうやって言うんだもん だから、一番効果的なのは、お前が実際に行動に移して、それが効果があるものなのかを自分で確かめるってことなんだよ。自分に合ってるかっていうのを確かめるってことなんだよ。ね、赤身の牛肉は食わない方がいい。赤い肉は食わない方がいい。どうなの実際俺は食った方がエネルギーシュになるよ。テストするン上がった感じするよ。で、大昔から人間は食ってたわけよ。大事な栄養源として、赤身の牛肉、赤身の肉を。 でそういう風にしてここまで生存してきたわけよ。で、俺はその先祖が食ってきたものを自分でも食ってみて、すごいエネルギーを感じる。強くなる感じがする。自分で確かめて、こっちの方が自分に合ってるって気づいた。だから俺は赤身の牛肉を取り入れる。逆に、オートミール。オートミールいいですよ。体にいいよ。オートミール食べたらこんな変化が出ました。で、俺も食べてたよ。だからオートミール食べるたびに俺腹壊してた。毎朝毎朝毎朝。でも、体にいいって信じてずっと食べてた。壊すんだって腹。 自分に合わないものだか,だから誰がどうこう言おうと確かめてみてよくなかったんだったらやめなきゃいけない俺はやめた俺だから白米しか食わない白米とカロリー間に合わなかったらパスタ食うぐらい白米は体に良くないよ玄米にした方がいいですよ俺玄米も腹に合わない <laughs> うんしかも玄米の方が消化に時間かかるし消化にエネルギーかかるしあんまり良くないっていう科学者もいる栄養学者もいる自分で試すしかないわけよねっ こいつがこう言ったからこう、あいつがこう言ったからこう、いや、お前が自分で試せってところなんだよ。頼りにすらならないわけよ、この研究の結果っていうのは。ね。え、それはもちろん、ね、何千個も研究データがあって、どの研究データでも、すべてこの結果が出ましたって言ったら、それは信用に値するかもしれないよ。ねで。俺は別に生物学を無視しろとか、研究を無視しろって言いたいわけじゃない。それはものを勉強して、自分にメリットありそうなものを取り入れる。それは俺自身もやってること。 俺、アンドリー・ヒューバーマンっていう博士の生物学のポッドキャスト大好き。朝起きてすぐ日光を浴びる。ね、体内ロケ整える。大好き、俺、そういう話。で、実際に取り掛かって効果ある。だからやり続ける。うん。だからそういったものを一切無視しろって言いたいわけじゃない。ただ、そういったものにおいて対立する2つの意見があったとする。お前、自分に都合いい方を選ぶんじゃないよ。ねそれ、自分に都合いい方を選びたくなるのは分かるけど、都合いい方を選ぶんじゃなくて、実際に試してみて、どっちが自分に合うかを選ぶんだよ。 うん、例えばじゃあオナキン意味ありますっていう科学者とオナキン意味ありませんっていう科学者がいたとするお前自分で試すんだって自分にオナニーしたいっていう都合オナのオナーをやめたくないからっていうさその自分の都合に合わせてあじゃあオナニーしてもいいという研究者がいるから俺はそっちを信じようそれはバカだようんバカけど人間みんなそうなんだって都合のいい方に流されるんだってね認知的不,不協和の解消っていうやつらしいようん 無意識にやるらしいだから自分で確かめないと自分自身に問い出させないと自分に都合のいい研究の結果ばっかり自分は使ってないのかってところ研究の結果がないと物事に取りかかれない信用できない信じれないそれは自分に都合と自分にとって都合がいいからじゃないの朝スマホを使うなそれはみんな使いたいってそしだから使ってもいい理由を必死にサードろうとするで使っても大丈夫な研究のデータが出てくるかもしれないけど自分で試してみて分かんないでしょ 朝スマホをやめて送った1日と朝からスマホを使って送った1日自分で実際に確かめないと分かんないじゃんなんでお前は研究のデータをすぐに引用したがるの一番の研究のデータは自分自身だよそうじゃないだって人間みんな違うんだよその被験者もみんな違うし被験者の人数にもよるしその研究の結果がどうこう言おうとお前に合うかどうかは分かんないんだよ だから、そう考えたら、自分にとって一番信用になるのは自分自身の研究のデータなわけよ。自分自身を研究しろって。自分自身のおなきンやってみろって。自分自身の瞑想やってみろって。自分自身にジャーナルやってみろって。自分自身で毎日目標書いてみろって。朝掃除してみろって。朝スマホ触んないでみろって。それで結果見ろって。それ何も結果出ないんだったら。もちろん時間を与えろよ。3週間、4週間、5週間。時間与えた上で、ね、ちゃんとやってみて。それで効果ないんだったらやめろって。うん、やんなくていいよ。お前は。 ね、体に合わないわけだからね研究の結果で効果ありませんでしたってそれで初めて確証されるわけようんでそのデータベースはお前自身他人のデータベースを頼りにするなってもちろん他人のねこういう結果が出たよああいう結果が出たよっていうのを聞いてそれ実際に取りかかれての大事だよだけど全部それに頼ろうとするなってお前の行動を制限してるからお前の成長を制限してるからお前の未来を制限してるよ 俺がここまででパーセンテージとか科学的根拠とか結果が保証されるものに頼ってたら絶対今の自分はなかったなかったって多分現状維持してただって自分を信じることはできないんだもん多分俺が今やってることって確率論的にはかなり難しいことなわけよ俺が達成したことって別にそれをみんなに自慢しようとしてるわけじゃないだから事実を話してるうん事実を話してるって難しかったことなんだってどう考えても本来 だけどそこパーセンテージ見ないで自分にはできるっていう信念それがあったからここまで来たと思ってるでそれに科学的根拠はない科学的根拠を求めてたらこれはなかっただからこそみんなに今今日俺が話していることは死ぬほど大事だっていうことは伝えたいすぐに科学的根拠を求めるな自分自身を研究しろ自分自身のデータベースから行動取れ でメリットがある可能性があるものがあるんだってやれってね躊躇するなって行動しろっていちいち研究の結果探すなってやってみて効果あれば続ければいいし効果なければやめればいいんだよその守りのマインドセットよくないよ責めないと少しでも効果がある可能性があるものがあったら確かめろって失うもの何もないと思うよ時間失いましたお金失いました どの道失ってんだろうどの道時間は過ぎてんだよ忘れるなどの道時間は過ぎてるそのクソみたいな生活を続けてるお前その時間もどの道過ぎてるんだよいいだからどの道過ぎる時間もしかしたらいいメリットをもたらす可能性があるものがあるんだったら挑戦しろってね挑戦しないまま現状維持してどうするの何の意味があるの何の意味がある俺はもったいないと思うよ うん、きつい時こそやらなきゃいけないことやろうぜ。じゃあ